久保さん昨日ですね、音声対談撮ってたんですけど、あのですね、5年前ぐらいのお客さんなんですよ。で、あの今 YouTube であの野球チャンネルみたいなのやってるんですけど、なんと120万回ぐらい回してるんですね。で、まあ、50万回とか何,何十万回とか、平均アベレージは1、2万。で、先月の広告収入が24万ぐらい出したんですね。 で、それで申せただと思ったんですけど、あの、そんな感じです。<laughs> ただそれだけなんですけど。<laughs> まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、その、何が熱いとかね。まあ、特にその、YouTube なんかは、結構その、なんだろうな、あの、もう、うまみがないとかね。あー、なんか稼げないとかね。芸能人いっぱい来たからね。 もうテレビ番組になってね、もう差別化になってないみたいなね、なんかいろいろ出てますけど、どうでしょうかね。<laughs> 去年初めて YouTube 参入した人が <laughs>、去年アカウントね、作ってね、やった人が、もう24万ですよ、先月。うん。そう、チャンネル登録者数は7400人ぐらいって言ってましたね。うん。だからまあ、まあ野球っていうね、パイがちょっと大きいっていうのはもちろんあるんだけども、うーん。 なんかまあ結局、うん、YouTube だろうが TikTok だろうが何だろうが、まあお客さんが欲しいもの、欲しいものっていうのは何かっていうと情報なんですよね。<laughs> で、その情報をどのように伝えるか、書くのか喋るのかっていう。うん。だから例えば、ニュース番組、普通のテレビ番組とかも あの音声ゼロだったらきつないですか、まあ、もちろんリアクション芸人さんもいるので、音声ゼロでもいけ,ない人いける人もいるかもしれないですけど、基本的にじゃあテレビニュース番組であのなんだアナウンサーの人がね、喋ってても音声出てなかったら、それ見ます見ますか多分見ないですよね <laughs>。それもニュースじゃねえじゃんって話で <laughs>。だからまあ プラットフォームはほんと変わるだけであって、まあ、トークか書くかっていう構造しか僕はないと思うんですよね。だからネットで稼ぎたいんだったら、この2つをマスターする。それ以外ないかなっていうとこですね。うーん。そう。まあ、これからね、また時代が変わって、またあれが熱いとかね、これが熱いとかね、これが稼げるとかね、出てくるかもしれないですけど、うーん。まあ、やることは変わんないかなっていう。うん まあ僕はもう YouTube 最強だと思ってるんで、YouTube 最強と、まあ、僕の場合は、あの赤番喰らったことがあるので、あの、リスクヘッジとしてブログを始めましたけど、うん、まあ、このアカウントがバンされても、また YouTube はやりますし、うん。まあ YouTube ほどね、やっぱね、長時間話せるっていうのがないんですよ、あんまり。TikTok もなんか1時間、2時間、3時間とかも無理でしょ。うん。だからまあ、長時間いけるんで、 長時間いけるってことは、長時間聞いていただける人がを生み出せるってことですよね。教育できるってことですね。うん、はい。いってらっしゃい。